ワンタッチテント。さあ、本当にワンタッチで、あ、やば、ベリってなっちゃった。本当にワンタッチで簡単にテント建てられるのかしら、これ。ででーん。ラバココ。さっちゃらー。テント完成。よいしょ。おー、意外とちっちゃかった。意外とちっちゃかったな。もうちょっと大きいサイズ買えばよかったな。大人2人で寝てちょうどぐらいかなって感じですね。タープもなんか申し訳程度のタープ、 Amazon で1万5000円ぐらいで買ったやつです。今日はいい天気。こんにちは、おちょさんです。そして今日はまたまた隊長たちと遊びに来てます。ムーカさんです。こんにちは、嫁です。隊長は今ちょっとトラブって買い出しに行ってるので不在です。はい、うちのマネージャーと一緒にちょっとね、はい、ムーカさん側の方でちょっと備品が足りなかったですね。ちょっとやらかしたんで。はい、ということでちょっとね、女二人で今、はい、残された設営を頑張ってるんですけれども、はい、今日はですね、私おちょさん、ちょっと早い夏休みということで、静岡県のふもとっぱらっていうところにですね、キャンプに来てます。人生初キャンプなんですよ。すごい、人生初キャンプがキャンプの聖地なの。そうゆるキャンの聖地なんですよ。そうだよ、ゆるキャンの聖地なの。だからね、ここね、富士山がね、見えるはずなんだけど、今日は雲が…心の目で見よう。はい、ということでね、もう今日ね、アマゾンとかでね、突貫で揃えた初心者丸出しのテントと、家にあった椅子と、これはホームセンターで買ったやつなんですけど、もうね、完全に初心者感丸出しのキャンプなんですけれども。大丈夫、うちも初心者だから。キャンプサイトでキャンプするの初めてだから。あ、そうなんですね。うん、いつもほら、友達の山でやってるから。バギーの山でやってるからね、ちゃんとしたキャンプサイト初めてなので、初心者同士頑張ってこう。頑張っていきましょう。じゃあ今日も一日頑張ってやってきまーす。はい、じゃあね、このワールドインポートツールズで買ったバーコの薪割り斧で、この薪を割ってみたいと思います。いやー、結構重いんですよね。これできるかな。いくぞ。ダメやな。ライドおったさんがすごいことしてるんですよね。いくぜ。ダメやな。できん。帰ってきた。あー、やった。できた。すごい。でも全然端っこかけただけや。真ん中パックリとはいかないね。真ん中をね。あ、いいんじゃない。すごい。あ、このまま。あ、すごい。あ、いける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 。イエーイ。これをね、さん、キャンプ上級者やん。これをやりたくてこれを持ってきたんよ。じゃあ一通り準備ができたので、これからご飯を作っていきたいと思います。今日はこれを持ってきました。ゲーセンで取ったホットサンドメーカー、直火用、これがあるので、ちょっとね、お昼ご飯はホットサンドをね、作っていこうかなと思います。じゃあまず火起こしをね、しないといけないので、火起こしをしていこう。今回ですね、このファイヤースターターっていうやつを買ってきましたので、これで火起こしをしていきたいと思います。ちょっとね、ガスバーナーを家に忘れちゃったんで、これを使って火起こしします。ダメだ。いやー、ちょっとレベル高かったです。つきませんでした。一生懸命やりすぎてボロボロになりました。はい、まあということもあるだろうと思ったので、これを持ってきてるので、これでちょっとつけようと思います。風が強くなってきたな。
あまずはスクランブルエッグを作る。全然スクランブルエッグができん。いい感じです。細かくなっちゃったけど、スクランブルエッグかっこ仮みたいなものができました。じゃん。いや、調味料をね、買って持ってくるのをね、完全に忘れていたので、ふもとっぱらのところで買ってきました。売店で塩コショウ、なんか良さげなソルトとトマトケチャップ。ちょっとね、もう時すでにお寿司だけど、味付けを卵にしていこう。油だけはね、買ってきたの、オリーブオイル。で、とろけるチーズ、とろけるチーズを乗せていく。いいね。からの、ベーコンにしとこうかな。ベーコンを乗せていく。2枚ぐらいいっちゃおうかな。もう1枚いっとこうかな。で、もう一枚挟んじゃおうかな。チーズ大好きなんでね。ベーコンハム、ベーコンチーズ、ベーコンエッグ。よし、これでいいでしょう。で、さっき買ったこのシーソルト使っていきたいと思います。でもそうだよ、生ホットケーキ。あー、いいねこれ。よし、じゃあこれでハサミングしますね。すごいこれ、あ、なんか盛り上がってるけど大丈夫かな。このぐらいにして圧着して焼いていく。なんかパチパチ言うてる。美味しそう。よし、こっち焦げちゃった。でもいい感じです。壊れたんですけど。いやー、ちょっとね、包丁も忘れてしまったので隊長から借りてます。切れた。おお、ホットサンド出来上がり。ちょっと食べてみます。うん、おいしい、おいしい。え、めっちゃおいしい。大成功。ただ今の時間もう4時、4時半ぐらいかな。お昼ご飯のつもりがお夕飯になってしまいましたけれども、大成功です。パンケーキもらっちゃいました。見てこれ、すごくない？めっちゃ可愛いんですけど。やっぱね、ダメですね、今回のキャンプは。ゆるキャンならぬ雑キャンです。大丈夫、うちも初心者だから。大丈夫、うちも初心者だから。は
い、それでは今から夕ご飯を作っていきたいと思います。で、夕ご飯なんですけど、お肉を焼くのと、あとアヒージョを作りたいなと思うので、今からちょっとアヒージョの準備をしていきたいと思います。オリーブオイルありますので、これをですね入れていきたいと思います。こんなもんかな。マッシュルームとニンニクとタコ、ホタテ、エビちゃん、これを使って海鮮アヒージョを作っていきたいと思います。包丁がないので手で割っていきたいと思います。私は包丁を持ってくるのを忘れちゃったんだろう。本当にアホの極み。うわ、つぶらない。コップがへこんだ。ちゃちゃーん、こんな感じです。じゃあこれを火にかけたいと思います。パチ。蓋がないからこれで代用します。ではできたっぽいので開けてみたいと思います。ちゃっちゃらーん。うわ、美味しそう。ブクブクしてる。あち、あちあちあち。ちょっと味見をしてみたいと思います。イカちゃんと、イカじゃないや、エビちゃんとマッシュルーム、タコ、タコとかあった気がする。あった、タコ。はい、じゃあ食べてみたいと思います。うん、めっちゃ美味しい。タコも美味しい。グッドグッド。これはね、成功です。で、あとはね、パンを焼いて、パンにタレをかけたりしながら食べたいと思うので、パンとかをね、焼いていきたいと思います。よし、じゃあなんとなく準備ができたので食べていこうと思います。牛タン岩塩プレートで。おお、いい音だぜ。あ、結構くっついちゃう。よし、食べようかな。いただきます。うん、おいしい。やっぱこのカレープレートいいな。いい広加減。うん、いい感じ。パン、アヒージョも超美味しい。うん、いい浸かり加減です。お肉2枚目、パンも食べます。うん、美味しい。うん、パンもいい感じにカリカリに焼けてて美味しいです。ガーリック、なんだっけ、岩塩が効いてる。うん、めっちゃ美味しい。おはようございます。朝です。雨です。はい、もうこんな感じで全然富士山も見えません。曇り空、雨もね、パラついております。今からちょっと撤収作業をします。隊長たちも片してるよ。今回のキャンプの
まとめをしたいと思います。かなりね準備不足が否めないキャンプになってしまいました。大変だったんですけれども、初めてのキャンプはねすごいね隊長たちと一緒に楽しくできたし、まあ、隊長たちに20万人記念のプレゼントも渡して喜んでもらえたのでねすごい良かったんじゃないかなと思います。まあ、今回のこのね失敗を生かして次回のキャンプに生かしていきたいなと思いますので、次回はどこでキャンプしようかな、楽しみにお待ちください。まあ、そんな感じで今回はねキャンプ動画でした。ゆるキャンじゃなくて雑キャンになってしまったんですけれども、楽しくできたんで OK です。ということで今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。すっぴんでごめんね。まぶしい。